こんにちは、木下ゆうかです。今日はね、じゃん、こちらのいつきさんのつけ麺を作りたいと思います。これはですね、別にリクエストをもらったとかではないんですけど、私がいつものように Amazon を探索していて見つけたものです。すごい美味しそうやなと思いました。で、私いつきさんのうどん大好きなんですよ。いつきってこれ熊本県、やっぱり九州ですね。私地元が福岡やから、いつきのうどんがね、結構スーパーとかに売ってたんですよ。お家に気軽にいつきのうどんがいつでもありました。あのソフト麺がよくあったんですよね。楽しみです。じゃあ作り方いきたいと思います。材料です。いつきのつけ麺、煮卵、ほうれん草、チャーシュー、なると、メモです。トッピングを用意します。卵、焼き豚、ナルト。ナルトって意外とね、使ったことがないんですよね。かわいい。あとはメンマとおネギ。いつきのつけ麺です。辛うま味噌味、めっちゃ美味しそう。と袋1人前ですね。で、中身は麺と液体タレと粉末スープです。液体タレはお湯で温めておきます。沸騰したお湯に麺をパラパラと入れ、軽くほぐしながら約12分茹でます。12分って結構茹でますよ。つけだれの器に粉末スープと温めた液体タレ。あー、これは美味しいタレですね。見たらわかります。熱湯を加えてよく混ぜます。タレが飛ばないように気をつけましょう。私服着替えようかな。10人前、思った以上にすごい量になってびっくりしています。おネギと海苔を乗せます。で、つけだれに卵、まず沈んじゃうよね、やっぱり。チャーシュー、ナルト、で、メンマを乗せたら、じゃん、完成です。タレがもう並みです。タレをね、作ってる時にちょっと怖いなと思ったんで、戦闘服に着替えてきました。グッズなので補充が効くので便利です。皆さんもよかったら激しいご飯を食べる時に着用ください。いただきます。いや、もうめっちゃ美味しそうだなと思った。でも作ってて、ほら、麺が超本格的。でもやっぱり月の麺は美味しい。コシがあってめちゃめちゃ美味しいです。茹でるタイプでもめっちゃ美味しいですね。私はよくあのソフト麺タイプを食べてたんですけどね、これも全然美味しいです。さすがいつきさんです。このタレめちゃめちゃ美味しいです。結構で、ね、濃くてしっかりした味 でピリ辛の味噌でめっちゃ美味しい。これめっちゃ美味しい。つけ麺大好きなんですよね、私。うん、つけ麺のさ、海苔って結構いい仕事しますよね。海苔があるかないから全然美味しさが違う。もうね、麺がね、量がありすぎて重たくて持ち上がらない。トッピングがあまり入ってないように見えるけど、沈んでるだけでぎっしり入っています。うん、卵です。うん、このつけられとの相性めっちゃいいです。かわいいナルトちゃんです。あ、ちょっと底が見えてきましたね、やっと。このつけだれがね、ドロッと濃厚で、麺にもすごいよく絡むからめっちゃ美味しいです。でもそういえばこの麺はそんなに伸びない気がします。なんかつけ麺の麺って私量を食べるから、最後の方伸びてブチブチちぎれちゃったりするんですよね。これ結構しっかり麺がしてる。ちょっと
この結構つけ麺のタレの量が太っ腹ですよね。全然足りんくなりそうな感じがない。私でもタレをたっぷりつける系ご飯なくなる時は多いんですけどね。最後の一箸です。スープ割りにしてタレも全部飲みたいと思います。残してた卵です。うん、私このつけ麺のスープ割りが好きです。完食です。ごちそうさまでした。で、いつきさんの辛味噌つけ麺めっちゃ美味しかったです。福岡で育った私にはすごいメジャーなメーカーなんですけど、関東の人からしたらそうでもないんですかね。もう私はね、昔からよく食べていました。でも今回のこの辛味噌つけ麺っていうのは初めて食べたんですよね。もう味が濃いくってもうすっごく美味しかったです。九州の人の舌に合ってるんですかね。お店で食べてこしても全然満足できる感じでした。いつきさんのね、うどんの麺もすごく美味しいんやけど、このつけ麺の麺もめっちゃ美味しい、美味しかったですね。もうコシがあって、しかもなんか伸びんかったし、良かったです。スープがね、結構辛くて濃いくて美味しかったです。で、今回ね、これ私は最初にも言ったと思うんですけど、 Amazon で買いました。食べてみたい方はぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。明日もみんなが美味しいものを食べて幸せに過ごせますように。バイバーイ。